ロイス家の紋章となったプラウエン城代の紋章、ロイス家は、ドイツの領主の家系。ロイスの家名を名乗ったのは14世紀からであるが、家系は12世紀に遡ることができる。神聖ローマ皇帝の城代から、領主、白へと発展した一族で、チューリンゲン地方東部のフォークトラント地方を統治した。1564年に、兄弟で所領が分割されて、以後、 分割相続が繰り返されて多くの家紋を分出。1778年にロイス・グライツ家が帝国諸侯の地位を得たのをはじめとして一族の四つの家紋が諸侯に列した。19世紀半ばには二つの公国にまとまり、ドイツ帝国の下でも非常に小規模ながら両方としての形を保った。ロイス家ではすべての男子が ハインリヒと名乗ることを下方に定めており、その区別のため助数を付する。旧諸公の直径は断絶しているが、統治者家門ではなかった一系統が存続している。フォークトラントにおける、バイダ上代会一族の所領ロイス家の始祖とされるのは、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世によって、ゲーラと、バイダの上代に任命された、ハインリヒ・フォン・グライスベルクという人物である。 この人物の孫にあたるハインリヒ2世は、プラウエンの領地を購入した。彼の相続人たちは所領を何度か、分割相続し、同家の者の領地は、ザクセン剪定公領やニュルンベルクにも散在した。ロイス家の先祖たちは12世紀に、ゾルベンラント、現在のフォークトラントにおける神聖ローマ皇帝の、上代を務めながら、徐々に領主として自立していった。 彼らの支配領域は、かつては広範囲かつ一体性があり、現在のフォークトラント地方をほぼ追っていたと考えられている。つまり、一族の本拠であるブラウエンの上代量は元より、チューリンゲン地方のシュライツ、グライツ、バート・ローベンシュタイン、バイダ及びゲーラ、フランケン地方のホーフ及びゼルプ、ボヘミア地方のアッシュの各上代量を確保していたのである。 1209年、前期のハインリヒ2世の3人の息子たちが、家領を、バイダ、ゲーラ、グライツにそれぞれ分割した。3人の息子たちは、それぞれの本拠に居所を置いたが、3人とも引き続いて、バイダ兄弟の称号を用いた。1237年までに、3兄弟による家領の分割は公に認められた。このうち、グライツ系統は1代で耐えたため、 領土は、時系のゲーラー系統に相続された。ゲーラー系統は、第二世代で、プラウエン城代家とゲーラ城代家に分かれた。1303年に、プラウエン城代ハインリヒ一世が死ぬと、その領地は1306年に二人の孫の間で、プラウエン城代領とそれ以外の所領とに分けられる、ことになった。ハインリヒ一世の長男、ハインリヒ二世の息子、ハインリヒ三世が、 プラウエン城大領を、次男のハインリヒルテヌスの息子ハインリヒセ世イロイスが、城大領を除く家領を、分割相続した。前者のプラウエン城大系統は後に、マイセン城白の地位を獲得し、後者の系統は、グライツの領主として、ロイス・フォン・プラウエン・ツー・グライツの仮名を名乗り、ここに、ロイス家が成立した。バイダ城大系統は1531年に、断絶し、 その領土は、ザクセン選定工領に吸収された。また、ゲーラ城代系統も1550年に断絶し、その医療は、プラウエン城代系統の埋戦場を吐くハインリヒ四世が、相続した。ロイス家は、グライツと現在のザクセン地方に属する、城代領の一部を所有していた。ロイス家は1560年9月28日、 皇帝の最下により、シュマル・カルデン戦争中に失われた、グライツの領地を取り戻した。また、ロイス家は、ゲーラ、シュライズ、ローベンシュタイムをも獲得した。1572年に、本家筋の埋線上白の系統が耐えると、ロイス家が、その埋線上白家の医療を受け継いだが、1590年までは、埋線上白家に資金を貸し付けていた。 抵当権者たちと所有権をめぐって争わねばならなかった。ロイスの加盟はルテヌス、ルスセとも表記されるが、これはプラウエン状代ハインリヒ一世の次男、ハインリヒのあだ名、ルテヌスに由来する。ルテヌスというあだ名は、彼がロイス家領の東の粒子、より厳密にはルテニア地方に長く滞在し、さらにはルテニアの支配者で、 ルーシの王を名乗るハール・イチ・ボルイーニ王国の王族の娘、マリアを妻に迎えたために付けられた。ハインリヒ・ルテヌスとマリアの息子のハインリヒ二世は、ルーシの王家の女系子孫であることを示すために、1307年より、公式の仮名として、ロイスを名乗った。つまり、それ以前に分かれたバイダ、ゲーラ、プラウエンの上代の諸系統は、ロイスの仮名を名乗ったことはない。 18世紀のロイス諸家の毛量緑色、2K 赤色、ゲーラ黄色、シュライツ茶色、ローベンシュタイン1564年、それまで統一を保ってきた、ロイス毛量は分割され、長子系統がウンターグライツを、中子系統がオーバーグライツを、バッシュ系統がゲーラをそれぞれ領有した。中子系統が1616 16年に断絶すると、その医療は、 他の2系統の間で完全に平等の形になる、要分割相続された。兄弟全員が相続権を平等に有する制度であったために、分割相続はその後も繰り返された。長子系統である、ロイス・ウンターグライツからは、以下の両子化が分出した。なお、ロイス・ウンターグライツ家も2つに分裂した時期がある。バッシュ系統である、ロイス・ゲーラからは、 以下の領主化が分出した。またロイスゲーラからは、独立君主でない分家として、ロイスゼルビッツとロイスケストリッツが出ている。分裂状態が、頂点に達したのは17世紀後半であり、2位系と弟系の2系統から合わせて10の分量が、並存する状況となっていた。ロイス家の初夏の個々の家領は、波外れて強小であり、 感所が置かれないこともしばしばだった。こうした状況に対処するため、1690年に制度を改め、調子相続性を確立した。緑色、2位系、ロイス広告代々色、弟系、ロイス広告調子系統のロイス・オーバーグライツ家の、ハインリヒ11世は、1768年に、警視の耐えた、ロイス・ウンターグライツ家の所領を合わせて、 ニーケーロイス家を統合し、ニーケーロイス博となった。ハインリヒ11世は1778年に帝国諸侯の地位を得、その両方はニーケーロイス公国となる。バッシュ系統では、ロイス・ローベンシュタイン家、ロイス・エーベルスドルフ家、ロイス・シュラ家が帝国諸侯の地位を得た。ロイス家の4つの公国は、1807年4月に揃って、 ライン同盟に加盟した。1815年のウィーン会議では、ゲオル・クバルター・ヴィンセント・フォンビーゼが、ロイス家の代理人として送り込まれ、ロイス家領の売信化を防いだ。1824年にロイス・ローベンシュタイン公国が断絶、その領土は、ロイス・エーベルスドルフ公国と統合された。1848年、革命が波及する中で、 ロイス・ローベンシュタイン・エーベルスドルフ公、ハインリヒ72世は退位し、後継者である、ロイス・シュラ公、ハインリヒ62世に統治権を譲ったため、ロイス・シュラ家が、弟系ロイス家を統合することとなり、ここに、弟系、ロイス公国を創設した。2位系、ロイス公国はしばしば、プロイセンに反抗的な姿勢を見せたが、両公国とも1866年には来た。 ドイツ連邦に加盟し、1871年には、ドイツ帝国の構成国となった。弟系、ロイス公国を統治した、ロイスシュラヤ最後の当主、ハインリヒ45世。1945年に、ソ連占領軍に拉致されて、消息不明となり、1962年に、西ドイツの裁判所によって死亡が宣告された。 1918年のドイツ革命により、二つの、ロイス公家は、諸公の身分を失った。この時、2位系、ロイス公・ハインリヒ24世は重度の障害により、統治不能のため、弟系、ロイス公・ハインリヒ27世が二つの公国を、統治している状況だった。1919年12月、ハインリヒ27世は、 ロイス人民州政府との間に協定を結んだ。ロイス家には3400万ライヒスマルク相当と見積もられる財産が残された。弟系、ロイス公家は、居城、オステルシュタイン城、エーベルスドルフ城、シュライツとオステルシュタインの貨幣鋳造所と、武器貯蔵庫と、木内付属図書館、シュライツ城の居住権、及び百八十五ヘクタールの森などを確保した。 ニーケー・ロイス公家は、昔からの巨城とブルクの武器貯蔵庫及び森林区域、1500ヘクタールの平地、グライツ城の居住権を確保していた。1927年に、最後のニーケー・ロイス公であった、ハインリヒ24世が死ぬと同時に、ニーケー・ロイス家の断崖は耐えた。ニーケー・ロイス公家の資産は、弟系。 ロイス公家が受け継ぎ、ニー系と弟系に分かれていたロイス家は統合されることとなった。ハインリヒ27世は、ロイス家全体の課長となり、名目上のロイス公となった。翌1928年に、ハインリヒ27世が死ぬと、その息子のハインリヒ45世が、ロイス家課長となった。ハインリヒ45世は、国家社会主義ドイツ労働者党の党員であり、 1944年まで、ドイツ国防軍に所属していたが、敵国であるイギリスのパスポートを持ち、イギリスの市民権を取得していたという理由から、ナチ党政府による公用徴収を免れ得なかった。1945年、ハインリヒ45世はソ連占領軍に拉致されて、消息不明となった。おそらくブーヘンバルと強制収容所に抑留されて、死んだと考えられている。 ハインリヒ45世に子供はなく、ロイスシュラヤ最後の男子となった。ハインリヒ45世の資産は1948年にソ連占領当局によってすべて接収された。ロイス家課長は、ハインリヒ45世に後継指名されていた、ロイスケストリッツ家の当主ハインリヒ4世が継承した。ロイスケストリッツ家は、1692年に、 ロイス・シュラ家から分かれた統治者家門でない文家で、ロイス家の諸家の中で存続する唯一の系統である。同家も、また複数の分子に分かれ、非常に多くの男系子孫に恵まれており、断絶することは当面の間ないと見られている。ハイン・リヒ4世は、ロイス家ストリッツ家が1822年より居城と、するオーストリアにリーダー・エス・ターライヒ州の、 エルンストブルンの上官に家族と共に住み続けた。ハインリヒ4世の死後は、長男のハインリヒ14世が、課長の地位を継承している。なお、ハインリヒ45世は、ロイス・ケストリッツ・ケブン氏のハインリヒ1世を1935年に、養子に迎えており、さらに、ハインリヒ1世と自分の名ボイツラバ・フェオドラツーメクレンブルクを結婚させていた。 1990年代初頭、ボイツラダ・フェオドラツー・メクレンブルクは、ソ連による占領時に接収されたロイス家の財産は、自分の長男ハインリヒ発生に返還されるべきだと主張した。ロイス家のすべての男子は、先例名として、ハインリヒを名乗る決まりである。個々の男子を区別するため、必ず名前に助数が付けられる。この異常とも言える一族のおきては、 1668年には、ロイス家の家内法に明記された。独立諸公であった二理系と、弟系のロイス公家が断絶した後も、一族の末裔たちによって、堅固に守られ続けている。この伝統はおそらく1200年頃、塩素のハインリヒ二世が、法塩したタウフェン朝の神聖ローマ皇帝ハインリヒ六世により、クベトリンブルク帝国女子修道院の城代に、 任命された際に多大な恩義を受けたことを忘れないため、すべての子孫に、ハイリヒ皇帝の名前をつけるように決めたものと考えられている。1564年に分裂する以前のロイス家は、非常に論理的な形で、自分の家系内の男子に誕生した、順序通りに助数をつけていった。新しい文家が創始されるごとに、その文家では、助数が一世から始まった。 ロイス家の祖家は、バイダ上大系統、ゲーラ上大系統、プラウエン上大系統、グライツ領主系統に分かれていたが、グライツ領主家も、本家から分かれた際に一からナンバリングを始めている。1564年の分裂以降、中子系は、古くからの助数の付け方を維持したの死により断絶した。が、長子系と抜子系では、助数が極端に大きくなるのを避けるために、 ナンバリングに関する新しい方法を定着させた。ニーケ k ロイス家では、はじめは、各世代が始まるごとに助数を一致に戻していた。この方法は、時代が下り、ニーケ k ーロイス家内に2つの分家が創始された後も続いていた。第一世代は、グライツブルク家のハインリヒ1世から始まり、グライツイコールデーラウ家のハインリヒ16世で終わっている。第二世代は、 グライツ家のハインリヒ一世から始まっている。本家が1768年に断絶した後、ロイス・グライツ公、ハインリヒ11世は次世代の女数を1に戻すことをせず、2位系ロイス家全体での世代ごとのナンバリングを廃止して、処分家の家内のみで女数を増やし続ける方式に変更した。弟系ロイス家では、子祖である、ハインリヒ二世、 ポストゥムスの10人の息子たちが1世から10世までを名乗り、その10人兄弟の息子たちの世代も最後に生まれたハインリヒ29世に至るまで弟系ロイス家全体でのナンバリングを続けた。その次の世代で最初に生まれたシュライツ家のハインリヒ1世から女数を1に戻し、世代に関係なくケストリッツ家のハインリヒ75世まで続けた。こうして、 弟系ロイス家では、世紀が変わるごとに女数を一に戻す方式を確立した。三巡目となる十九世紀には、ケストリッツ家のハインリヒ一世から始まり、四巡目となる二十世紀は、ケストリッツ家のハインリヒ一世から始まった。弟系のロイス・ローベンシュタイン・エーベルスドルフ公、ハインリヒ七十二世は、最も大きな女数のついた君主として、 ギネスワールドレコーズに登録されているありがとうございます